皆さんこんにちは。 TLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ TLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日はね、意外に目立つダンサーの顔の癖というブログ記事をお送りしようと思います。なんでかというと、明日から始まる申し込み争奪戦で1年に1度だけ行われる表現力セミナーがあるから。表現力セミナーについては後でちょっとお話しするけど、まずは本文です。意外に目立つダンサーの顔の癖。毎回バレエ学校の試験官をやってると、そして冬季バレエ講習会や DLS キッズをやってると思うのですが、顔の癖って意外と目立つんだよね。集中すると口が開く、引き上げようとすると眉毛が上がる、失敗するとニヤッとしてしまう、表現しようとして目を細めてしまう、苦手な振り付けが出てくると唇を噛みしめる、真剣な時の顔で口角が下がる、あ、おでこや眉間にシワが寄るって子もいるよね。こうやってあげると、あ、この子そうだなって思い浮かびません？そしてね、これが目についちゃうと、その子の良いところが見えづらくなってしまうんですよ。レッスン上での態度という記事は、3000以上のいいねがついている DLS 史上トップ3とかに入る記事なんですが、見た目やボディーランゲージの大切さをお話しています。おでこや眉間のシワ、失敗した時ににやけるというのは、いい印象を与えません。態度が悪く見えます。自分では頑張っているつもりなのに口角が下がっていると不満を持っているように見えます。口呼吸を直してという記事で書いた通り、半開きの口はアホに見えます。これってすごく不利でしょう。早く直しておいた方がいいですよね。態度が悪く見られるだけでも不利だけど、ダンサーの表現力を止めちゃうケースもあります。引き上げようとすると眉毛が上がるって、驚いた役ならいいかもしれないけれど、そうでなければ表情が幼稚に見えますよね。そうそう、話はちょっとそれるけれど、日本、アジアで流行りのまっすぐ眉毛も同じく表情を止めちゃうケースがあるのでお気をつけて。自分の顔に合ってればいいんですが、困ってるようにも見えるし、筋肉がないところに書き出した眉毛は表情と一緒に動いてくれないので気をつけて。表現しようとして目を細めてしまうというのは、笑顔になるというよりは太陽でも見ちゃったのというような目を細める感じ。苦手な振り付けが来ると唇を噛みしめるというのはすぐにわかるよね。これらも表現をするときに大事な目、口というものが奪われてしまうので表現力が落ちます。表現力と解剖学という記事にも書いたけれど、表情って生まれ持ったものではなく筋肉で動かすものです。だから変えられます。あ、これって体格 VS 体型と同じようなコンセプトだよね。表情筋ってたくさんあり、ちょっと特殊ではあるけれど、関節をまたいでいる筋肉というよりは骨と顔の皮膚をくっつけている筋肉ということで、筋肉であることには変わりありません。自分の癖を理解することは一番大事。そしてそれを修正すべく、レッスンや日常生活で気をつけたり、コンディショニングする必要があります。その他に大事なことは、余裕がないけど自信があるように見せる方法という記事でご紹介したように、ボディーランゲージ、そして表情が人間の気持ちをポジティブもしくはネガティブにしてくれるように、自分のメンタルを鍛えることも表情を、そして緊張をほぐすことになるはず。踊りの癖を鏡で見つけて直すというのはとても大変ですし、鏡を見ながら踊るというのは上級者向けのテクニックです。だけど表情の癖に気づくためにはいいかもしれません。自分の踊りをスマホで撮るというのもあり。 DLS のツイッターで毎日ハッシュタグ今日のレッスンゴールというのをアップしてるけれど、自分の中で今日は眉間にシワが寄らないようにしようと決めるのもいいかもしれません。ターンアウトはジャンプ力と違って結構簡単に直せるのも表情のいいところだけど、エクササイズのように本格的に学びたいという人は、DLS の表現力セミナーでもおなじみの水井博子さんが行っているワークショップや個人レッスンなどもいいかもしれません。先生方、これはモジュール3でお話ししていますが、大事なことなのでここにも書いておきます。難しすぎるテクニックを早くから行わせた場合、首や上半身を力ませる癖がついてしまいます。表情、顔の向き、呼吸というのもレッスンで指導するエリアです。表情って大人バレリーナさんでもバレリーナの卵でも練習できる場所。癖になってしまうと直すのが大変ですので、早めに理解しておきましょうね。意外と目につくんですから。いかがでしたか？表現力っていうとさ、人を感動させる踊りとか役に入り込んだ表情だと思う人が多いのね。でも表現力ってトレーニングしてつける力だから、バレエの最初は基礎をやるように表現力も基礎をやるのよ。ダンサーの年齢に合わせてということもあります。この部分は9月にも行われる教師のためのバレエ解剖学講座参加者だけが参加できる
表現力ミニ講座でも詳しくお話ししていますが、正しく癖のないスタンスやテクニックがあれば、その上にバレエミストレスやディレクターが求める表現をプラスできるように、表現力の一部でもある表情もまずはクリーンな表情が必要なのね。それがレッスン内容を踊るオーディションで必要な表情だし、オーディションビデオ写真審査で作る表情でしょ。バレッスンで一人してる必要はないんだからさ。日々のレッスンで注意できる部分なので、ぜひ次のレッスンで確認してみてくださいね。ということで今日のポッドキャストはここまで。また来週金曜日にお会いいたしましょう。そして明日の申し込み争奪戦狙ってる人は頑張ってください。私も日本でお会いできるのを楽しみにしております。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。